まゆみさんがどうしても見せたかった写真っていうのがあるらしいんですが、何？はい。我が家のうち、そうそう、お願いです、お願いします。ちょっと待って、怖いんですけど、エクソシストのワンシーンですよ。これうちの冷蔵庫なんです。我が家に遊びに来て、もうみんな無法地帯だな。子供もいたりして、かくれんぼをしてたんです。そしたらだんだん隠れるところがなくなったらしくって、上にも乗って我が家の冷蔵庫の上に乗ってしまったんです。そしたらね、カッペの奥さんがね、本当怒ったらしいですよ。すぐに冷静に、人のうちの冷蔵庫に登っちゃダメ。めっちゃ当たり前のこと言われてるじゃないですか。多分みんなで飲み会してて、はい、もちろんコロナ前、もうずいぶん昔ですけど、でみんなでかくれんぼしようって話になって、隠れてたんですけど、ここずっと隠れてて、なんでか知らないけど、どんどん脱いでみんなに服を投げつけてたんです。これはやばいですね。これは酔っ払ってますよ。ほんでふんどしですか。ふんどしっていうことは、もうちょっとはみ出て上ついてるかもしれない。そうですね。人んちの冷蔵庫の上に食品入れるとこに。いや、やばいですね。まさかこの写真来ると思わなかった。大臣残しておいたんですね、この写真を。怖いわ、この番組、無法地帯だわ。いや、怖いのカッペイさんですよ。